電車が路上に降りた。ライダーは牙の競い合いで決着をつけるつもりか。願ってもない状況だが、しかし問題はこの車体から伝わってくるガタつきの感触。無理もない、あのライダーの戦車に追いつくために限界性能を出し続けたのだ。動力や駆動系はすでに限界に来ている。このままではまずい。どうにかして車体を補強しなければ。私のサーバントとしての可能性を試してみるしかない。私の甲冑をこの車体に重ね合わせ、各部を補強する。アイバーを守るカタクラフトのよう。車体が外装に覆われていく。よし、これならいける。バイクが変身した。スピードも上がってる。ライダー、このままじゃ追いつかれるぞ。はあ、セイバーめ、ただの機械仕掛けをもってしてその走り、まずは見事と称えておこう。だが、あいにくとこちらは戦車でな。ただお行儀よく駆け比べというわけにはいかんぞ。まずは小手調べに樹木の雨だ。せや、世の後陣を廃するとはこういうことだ、セイバー。減速、いや、下がってやり過ごせる試練ではない。活路は唯一、突破あるのみ。あれを避け切った。上等。それでこそ誉れも高き騎士の王、まっこと貴様は戦場の花よな。さあ続けていくぞ。木の次は石の雨だ。はあ、なんてやつだ。って、なんかこいつのスピード落ちてないか。慌てるな。岩を削ったことで少しばかり足を取られただけだ。あの岩の角度なら跳躍の後ライダーの頭上を捉えることができる。今こそ。飛んだ。ライダー発動。
戦車に。アイリスフィールがいなかった。ライダーは一体どこを目指していた。この道の先はアインツベルの森しかない。アイリスフィールをさらった上でわざわざ敵の領土を目指すような逃走路を選んだというのか。そもそもライダーたちは私たちが拠点を移したことを知らなかったはず。ならば今も森の城に私たちがいるものと思い込み、馬鹿正直に攻め込むために戦車を飼っていたのではないか。分かられた。本当の下手人は今頃まんまと逃げおおせたことだろう。すぐにでもシントに引き返しアイリスフィールを探さなければ。だがライダーは仕掛ける気。ここで決めるしかない。遮蔽物のない道路でおよそ100メートル挟んでセイバーと睨み合い、この距離と位置関係はまずい。セイバーのホームに圧倒的なアドバンテージがあるけど、そんなことライダーならとっくに理解しているはず。なあ、おいライダー。仮にも世のマスターである貴様には一応ここで一言断りを入れておかねばならんだろうな。これより世は聖杯を狙う秘書を差し置いてちょいと大きな博打に出る。霊樹で止めようと思うなら今のうちだぞ。お前本気でここから仕掛けるつもりか。この間合いからまっすぐに。そうだ、川で見せられた光の剣、セイバーが構えに入ってからあれを発動させるまでの隙に世のゴルディアスホイールがこの距離を駆け抜けるか否かという勝負なわけだ。勝算はあるのかライダー。まあ五分だな。なんでお前そんな無茶を。無茶だからこそさ、ここまで拮抗した状況から勝負を挑まれたら負けた方はそれこそ何の言い訳も面目も立たん。紛れもない乾杯だ。あの小ましゃくれた娘も自慢の剣をまさかこの間合いから踏み寄られるとは思うまい。そんな形でこの征服王に乾杯すればあやつとて今度こそ己が不明に痛み入り改めて世の帰化に加わる気になるかもしれん。お前そうまでしてあのセイバーが欲しいのか。欲しいな。戦場においてあれは紛れもなく地上の星だ。理想の王がどうとかいうザレ事なんぞほざかせるよりは世の軍勢に加えてこそ本当の輝きを放つというものだ。わかった、やれよライダー。お前のやり方で勝てばいい。ボス、貴様もいよいよ歯の何たるかをわきまえてきたようだな。ならば今こそ我がゴルディアスホイールの神明をもって応じようぞ。彼方にこそ栄えあり。いざ行かん。いやエクスプグナティオ。ここで使うわけにはいかん。けどセイバーが、
バイクか。ふん、あれはいいものだ。お前、勝負に負けといて言うことはそれかよ。って、ちょっと待て。あ、なあ、ライダー。僕ら、どうやって町まで帰るんだ？それはまあ、歩くしかないわな。そうだよな。はぁ、あ。